今夜中の2時ちょい過ぎました。本当だったらいつも2時ぐらいにはもう寝てるんだけど、寝る前に今日のデイリーを消化したいなっていう気分になったから起動しました。それでコメントねめっちゃもらってましたよね。ちょっと今見ていこうか。デイリー消化しながら両方できるかな。前回が61、ついに61まで行ったんだよねパートが。で結構ほったらかしてて久しぶりの動画だったと思うんだけど、放置少女パート60を楽しみに待ってます、 MR も来ましたよっていうコメントもらってました。そうなんだよね、 MR 来てるんだけど、私まだね目処が立ってないんです。あの MR は前も言ったっけ、これツインテちゃんの MR が出てきたら本気で考えます。もうそこだけは譲れない、ツインテールは絶対に譲れません。コメント読んでいただきありがとうございます。自分もまだ弱いで頑張ります。やっと放置少女動画来たって、あこれ読んだかな前回覚えてないや。じゃあ次、パート61へのコメントで、ボス戦や訓練所のリプレイ右下のカメラマークで見れますよ。そうやな、見れるよね普通は。戦機無双の訓練所か、訓練所の試合、あこれね、これをね、あ例えば今日だったらいける、いけたりする、いけないんですね、勝てないね、勝てないですね。あ来ました、もういいです。周曹の育成お疲れ様でした。つうか周曹よく見たらめっちゃ可愛いやんか。そうでしょ、やっと気づいた、ほら見て可愛いでしょツインテール、あいいお尻してる、可愛いでしょ、やった、ここにも周曹の可愛さに気づいた人が現れたよ。頭に電球のっけてるだけでねすごく可愛いのよ。この子の他のアバターがね、もともとツインテールだったから目をつけてはいたんですよ最初の頃から。この子ツインテールだしよう動くと思って、でその後このアバターが出てきて、まあ、ちょっと髪型変わってるかなって感じだったんだけど、まあ可愛いから OK です。からの虹ですよ、これ化けたでしょ、可愛いでしょ。で強さに関してはちょっとまだ見てないんだけどさ、そんなに使われてはいない、アタッカーとして重視されてるほどではないけどね。私はこの子の育成を結構頑張ろうと思ってますよ。育成をね最近この子につぎ込んでます。592万でしょ？1番育成してた加工派が1300万いって、細分白有功が800万いきました。なので、ここは次の虹アバターの周曹ちゃんが800いくまでかな。装備はちょっと迷ってるところなんだよね。今、混沌装備をいくつか獲得できる状態なんだけど、周曹に混沌装備を増やしてあげるか、それとも強化に回すかどうか。一番強化したいのは加工派なんだけど、でも加工派の防具をまとめていくのって果たしてそんなに必要なのっていう話になってくるんだよね。復活2回持ってるから、もうあなたはこの武器を強化してどんどん攻めていけばいいんじゃないかっていう話になってくるのよ。今日今夜なんでね、寝る前なんでちょっとだいぶ声のテンションが抑えめになっておりますけども、聞こえてますかね。じゃあこれこのまま頑張ってたら600万、いや600万は遠いですね。ちょっと装備品見てみたりなんか、混沌武器が混沌、鎧が陶器人、
指は日月神、兜陶器神、胸当て混沌で、腰当てが日月神だ。いい感じで2個ずつ装備されてるんだよね。ただ日月神のステータス効果 HP プラス 22%、 これをつけるくらいだったら攻撃力を上げたいっていうところでしょ。なると、あと混沌をあと2つ増やして体力を増やすか、迷うところ。装備をねやっぱ変えちゃった方がステータスは一気にドカンと上がるからね。いや、なんとも私の考えだけではね決めきれない。出ました、優柔不断。まあこういうことだよ。あ、そうだ、花嫁が来たじゃないの。新しいね、花嫁花嫁花嫁。前はあなた確かツインテだったけど、お団子になりよんのよ。ダメね。私さ、トータクの花嫁姿も失望したから、もうほんとトータクの嫁は私は迎え入れません。無理です、あれは私には無理です。この子カダですよ。この子が素晴らしいと思います。ピンクの髪飾りに白のロングツインテールのまんまでスカート、そのままのあなたでいいのよ。そう、そのままでいいの。まあ私カルちゃんまだ一個も持ってないんですけどね、試着していただいても、持ってないんですよね。残念です、とても。あのね、闘技場が、あ、これいる。闘技場がね2日連続101位で終わっちゃってて、ちょっとイラッとしているところなの。ひどい話だぜ、2日連続で101位で終わった。もう私再びまた2万ぐらいちょいちょい課金しろっていうことなんですかね。でも残念ながら、iTunes カードどっかからが落ちてこねえかな。 DDR ね、最近休んじゃってて、全然なんですけど、まあそのうち元気が戻ってきたらしれっと再開してるんじゃないかな。 Twitter のアカウントもねこれから作り直すところなので、それが終わったらその時にご報告動画的なのを出そうかなって思ってるよ。で、闘技場がまあ勝てねえのよ、まあ勝てねえのよ。で、皆さんの強化がもうほんと、どうしよう。私の一番最初推しだった定宝ちゃんは残念ながらさ、弓なのでいまいち活動の場がまだなくて、石も全然揃ってないんだよね。前田刑事もツインテールだからとりあえずいただいただけ。ドコーソンもこれ本当はアバターなんだけど、本当はこれだったんだけど、私が好きなのはこっちだったので、別に虹まで取る必要はなかったかな。まだね宝石のところすごい猶予があるから、もうちょっと揃えることができたらいいなと思う。宝石はいくらあってもいいんだよ、いくらあってもいいんだけど、全然溜まってくれないのよ。5万8000ごときだったらね揃わないのよ。カダちゃんが、カダちゃんのアバターと虹アバターと花嫁までを揃えなきゃいけないわけでしょ。これは無理なんですね、残念ながら。こんな感じです。混沌装備をね増やすことはできるのよ。交換できるアイテムあるので、今日この後、あ、引いちゃいます。あ、センサー出ませんでした。もう一回引いちゃいます。出ませんでした。あ、前回の運がなかったですね、残念、使ってしまいました。で、これで
なんか装備品が丸々1個作れるようになるんだけど、誰につけるかってね、やっぱそこ決めなきゃいけないんだよな。ほんと最近脳死状態でデイリー消化しかしてなかったから、もうほんね喋ることもなかなか出てこないくらいですね。それは多分私が今眠いからだと思うの。寝るわ。寝て起きて編集したら動画あげます。今ねちょっといろいろ音ゲーもそうだけど、ちょっといろいろとお休みしているところだから、もっと前みたいに放置少女の動画のペース上げることできるかな。できないかもしんない。あんま思わせぶりなことは言わんどこ。最近はいろいろぽやーっと過ごしてます。だから今日ももうぽやっと寝るわ。寝る。おやすみなさい。